はあ？テストプレイの任務？なんで私らがそんなことしないといけないのよ。そうよ、そういうのは結局下っ端にやらせとけばいいってわけよ。まったく、こいつときたら末端に任せられる話なら最初からそうしてるっつの。テストプレイって言ってもちょっと特殊っていうか、とにかくあんたらに回すからにはそれなりの理由ってもんがあんのよ。で、テストプレイって一体何なんです？モニターに超張り付いてゲームのバグを探せとでも？だからそういうありきたりのじゃないっての。ちゃんと説明するからしっかり聞きなさい。テストしてもらうのは箱庭という開発中の最新フルダイブ型 VR 仮想空間システムよ。フルダイブ型 VR 仮想空間システム。簡単に言えば、意識だけゲームの中に送られて現実と変わらない感覚で遊べる装置って感じね。あんたらにはプレイヤーとして仮想空間での戦闘訓練をしてもらって動作検証するのが目的。さまざまな条件下での任務遂行とか、よりリアルな形での戦闘シミュレーションに応用できるかもって話なのよ。面倒な予感しかしないわね。どうせならもっと楽で割のいい仕事を回してほしいんだけど。まあまあ、命に関わる任務ではなさそうですし、超適当にこなせばいい話じゃないですか。こいつときたら、上から正式に依頼された任務が適当でいいわけないでしょうが。テストプレイとはいえ、一定レベルのレポートを出せなきゃ報酬なんて出ないし、その上アイテムの評価も下がって使えない奴ら認定されても知らないんだから。はあ、使えないとか随分なこと言ってくれるじゃない。それが嫌ならしっかり働きなさいよね。まあ、うまくやる自信がないって言うなら話は別だけど。ち、わかったわよ。ちなみに、レポートの評価が良ければ報酬も大幅に上乗せされるから。え、マジ？やるやる。上乗せなんて聞いて本気を出さないわけにはいかないってわけよね、滝つぼ。私はみんなと一緒なら何でもいいかな。もうまたそんなこと言って。もしかしたら C 級映画の主役っぽい状況をリアルに体験できるかもしれないわね。不本意ですが、ちょっと面白そうですね。よし、決まりね。全員やる気になったみたいでよかったよかった。まあ、訓練って言ってもゲーム感覚らしいし、実際のとこそんなに悪い任務でもないでしょ。そういうわけだから、あとはしっかりやりなさいよね。ゲーム感覚とか言われたところで結局任務には変わりないじゃない。ええ、正直面倒なことは極力避けたいところではありますね。じゃあさ、玉面を連れていくってのはどう？そしたら雑用の類は全部押し付けちゃえるってわけよ。いいわね、それ賛成。せっかくだし、しっかり役に立ってもらおうじゃない。アウラとマーレが最後に目撃されたというのはこの辺りか。はい、この位置で間違いないかと。しかし見る限り特に異常はないようだな。念のためこの辺り一帯もくまなく捜索させましたが、争った形跡などは見つからなかったようです。そうか。アウラたちの捜索を開始させてから半日以上経つけど、未だ二人が見つかったという報告はない。何度か飛ばしたメッセージも繋がる気配はないし、ナザリック総出でこれだけ探して一向に見つかる気配がないとか、一体どういうことなんだ。アインズ様。ああ、すまない。一体何が起こっているのかと考えていたのだ。アウラとマーレが私に黙って連絡を絶つなど絶対にありえないことだからな。もしやアウラ様とマーレ様をしのぐほどの実力を持った何者かによる拉致という可能性は。確かにその可能性もないわけではない。前みたいにワールドアイテムを行使した誰かに操られているということもありえるし、
もし何かトラブルに巻き込まれているなら、何としてでも助けねば。アイズ様、お下がりください。ゴーレムでしょうか。何者だ、答えなさい。ん、何だろうこの音、まるで何かを読み取っているような。あっ、アイズ様、これは一体。分からん。それより私から決して離れるな。クソ、何なんだ、眩しくて何も。これが箱庭とかいうシステムの装置か。最初聞いた時は半信半疑だったけど、ゲームで遊ぶ任務とかマジであるんだな。そんな楽しいお仕事にわざわざ呼んであげたんですから、超役に立ってもらいますよ。そうそう、面倒な雑用という雑用は全部ハマヅラの担当ってわけよ。もちろん雑用だけじゃないわ。何かあれば躊躇なく玉よけに使うつもりだから。雑用に玉よけって結局そういう扱いかよ。ゲームで遊ぶだけの楽しいお仕事ですとか、人を言葉巧みに誘い出しといて、ほんとお前らは。ハマヅラ頑張って。私はそんなちょろいハマヅラを応援してる。まあ、もともとはゲーム向けに開発中の技術らしいので、ゲーム感覚というのは嘘ではないと思いますよ。とか言ってる間に指示が来たようですね。そういうわけで早速ハマヅラの出番です。はいはい、これよりテストプレイを開始します。デバイスを装着してベッドに横になってください。基本的に箱庭からの指示に従って行動していただくことでテストは進みます。質問などあれば GM コールを通していつでも外部との連絡は可能です。緊急時は即時のログアウトを推奨します。それでは仮想の世界をお楽しみください。だってよ。超ざっくりな説明ですね。とりあえず向こうで出される指示に従えばいいんでしょ。早く終わらせたいし、さっさと始めるわよ。これが仮想空間か。なんというかリアルすぎていまいち実感がないな。いつもの学園都市にしか見えないんだけど、ここって本当にゲームの中なわけ？感覚はインディアンポーカーと近い気もしますが、現実の世界と比べて何も違和感がありませんね。一応専用インターフェースも表示されていますし、ここが仮想空間なのは間違いないかと。まあ他にもゲームっぽい要素といえばこの格好だろうな。多分この空間用に用意された専用のアバターなんだろうけど。でもさ、場所はいつもの学園都市のままなのに、なんで格好だけこんなコスプレみたいなやつなの？まあそれでも結局私に超絶可愛く似合っている感じなわけだけど。確かに、せっかくならこの格好に合わせて
ファンタジーな世界にでも行ってみたかったけどな。見た目で言えば俺は黒い鎧の戦士ってとこか。私と滝壺さんの衣装も浜面みたいな超戦闘向きっぽい感じですね。うん、今回は戦闘訓練がメインのはずだから動きやすくて機能的なのはいいと思う。なんなのよこのロングドレス、舐められてるとしか思えないんだけど。そう、その白いドレスはスタイルがいい麦野にとても似合ってると私は思う。似合うのは当然よ。ただ勝手に着せ替え人形扱いされてる感じが最高にイラつくのよね。なんか頭に角もあるし。そういやテストプレイヤーって俺たち以外にもいるのか。もし俺たちみたいなプレイヤーが他にもいるなら同じようにこういう格好なのかと思ってさ。そういう説明はありませんでしたけど可能性はありますね。あ、もしかしてさっきからその辺をうろうろしてるのがそのプレイヤーだったりする。いえ、あれはおそらく NPC ですね。こちらが視界に入っている様子はありませんし動きも微妙に単調ですから。とはいえもし本当に別のプレイヤーが存在するならそのうち遭遇するんじゃないでしょうか。それもそうだな。って、何か表示されたぞ。チュートリアルを開始してくださいだってさ。チュートリアル、どうやら自分たちのデータについて確認しろってことみたいだな。項目はステータスに装備スキル、他にもいろいろって結構多いな。面倒ね、雨面全部読んどいて。ちなみにちゃんと理解できてなかったらお仕置きな。はいはい、じゃあとりあえずステータスから見ていくか。へえ、レベルは最初からそこそこ高く設定されてるみたいだな。正直 HP とかの数値が何基準なのか不明だけど、このアダマンタイト級冒険者ってなんだ。ゲームでよくある職業みたいなものか、それとも称号的な何かなのか。私のところ戦闘メイドって書いてある。メイド、家事だけでなく戦闘もお手伝いしてくれるとかそんな設定だったり。興奮しないでください、気持ち悪いですね。どうせなら超バニーが良かったとか思ってんじゃないですか。そんなことは。まあいいです、私もアダマンタイト級冒険者ですね。ハマズラと同じとか超不本意ですけど。え、何それ、私も見てみようっと。どれどれ、階層守護者ってどういう職業なわけ。こっちは守護者統括ってなってるわ。なんだかよくわかんないわね。確かにこれだけじゃいまいち世界観がつかめないな。ま、いろいろ進めてるうちに何かわかるだろう。よし、これで説明は大体終わりみたいだ。装備を強化するとかいう要素はないみたいだな。そういえば次の指示はいつになったら表示されるんだ。チュートリアルは終わったってこと？だったら肝心の戦闘訓練はいつ始まんの？って、なんか迫力あるのが出たな。もしかしてチュートリアルの続きか？どちらにしろこいつらと戦えばいいってことじゃない？話が早いわね、さっさとぶっ潰すわよ。なるほど、攻撃手段は現実の能力とほぼ同じイメージなんですね。私の爆弾とかもちゃんとこのドレスに入ってたし。何これ、親切設計ってやつ。レベル0の俺は背中の剣をありがたく使わせてもらったけどな。
そんなことより、ちょっと敵が弱すぎない？さっきから何体も倒してるけど、瞬殺だから手応えなくてつまらないんだけど。同感ね。まあこの調子で早く終わるならそれならそれでいいけど。こんな鎧を着てても問題なく動けてるし、仮想空間なりに身体能力は少し補正されてる気はするぞ。そもそもテストって何をさせたいのかな。あれからやっぱり指示はないし、今みたいにただ現れる敵を倒すだけだと訓練というには単調すぎる気がする。案外本当にひたすら敵を倒すことで戦闘経験を増やすというコンセプトなのかもしれませんが。それかどこかで新たな指示が与えられるのかも。じゃあいっそ直接聞いてみればいいんじゃないか。多分その方が話は早いだろう。直接聞くって誰に？もちろん運営にだよ。ほら最初に説明あっただろう。質問があれば GM コールを通していつでも連絡していいって。だったら早くしてよ。はいはい、今すぐコールしますよっと。あれ出ないな。もしかして回線が混んでるとか。やっぱり出ないな。まさか不具合なんてことないだろうな。もし不具合ならこのまま続けるのは危険じゃないかな。確かに一旦ここから出て状況を確認した方がいいかもしれませんね。そういえば緊急時は即時ログアウトを推奨って書いてあったかも。それもそうだな。それで問題なければ改めて入り直せばいいだけの話だし、それじゃあ一旦ログアウトしよう。って、あれ浜面、どうかした？いや、それが操作パネルにあるはずのログアウトボタンが見つからなくてさ。おかしいな、さっき確認した時は確かにあったんだけど。ダメだ、いくら探してもない。マジですか。外部との連絡が途切れた上にログアウト不可とかどう考えてもヤバいじゃないですか。この空間から出られないってこと？何それ、めちゃくちゃヤバいやつじゃない。とにかく他にも何か手がないか探す。お前らも何かここから出る方法を。ってなんだあれ。わかんないけど、なんか空が白く光って、うん、今の光一体何だったわけ？みんな見て、あそこに誰かいる。なんなのあいつら。片方は普通に人間みたいだけど、もう片方はガリコツ。あれは何者なんでしょうか。新しい敵か、もしくは私たちみたいな特殊なアバターのテストプレイヤーの可能性もありますね。さあね。でも明らかに今まで倒した敵と格が違うのはわかるわ。プレイヤーかもしれないなら一度声をかけてみた方がいいんじゃないか。いやいや、人間じゃなくて完全に骸骨なんだから普通に敵なんじゃないの。でも隣にいるのは人間みたいだし、やっぱり二人ともプレイヤーじゃないかな。敵だろうがプレイヤーだろうが、とにかく戦ってみればわかるわよ。おい、雑魚ばっかりで確かに張り合いはなかったのよね。プレイヤーならプレイヤーでお互い訓練になっていいってもんでしょ。じゃあ始めるわよ。なんなのよこいつら。
私のメルトダウナーを平然と受けやがって、すっげえムカつくんだよ。相手は無傷な上に指先一つ動かしていません。格が違うとかいうレベルではないですね。なあ、こいつだって実はボスキャラだったりするんじゃないのか。じゃないと納得できないっていうか、というよりいきなりバランスおかしいだろう。アインズ様、どうして反撃をお許しいただけないのです。至高なる御身に対してこのようなゲスな行為、決して許すことはできません。あんなのみなど、この私がすぐにでも始末。落ち着くのだ、ナーベラル。これも考えあってのことだ。申し訳ございません。出過ぎたこと。実は何も考えてません、なんて言えないけど。さて、ここからどうしようか。転移魔法のようなものに巻き込まれたかと思えば、知らない町にいてなぜかいきなり攻撃されたわけだけど、やっぱりここって日本だよな。雰囲気というか、そもそも看板とかの文字が日本語だし。でも俺が暮らしていた日本とは時代が、いや、そもそも世界自体が違う気もする。しかもなんであの人たち見覚えのある格好を。あー、もう気になることばかりだ。下賤なゴミ風情が、愚行を重ねたところで無駄でしかないというのに。とりあえず私の魔法的防御は問題なく展開されたままのようだ。変わらず魔法が使えるらしいというのは不幸中の幸いだな、ナーベラル。はまずは今我々が置かれている状況を把握しておきたい。そのためには確かな情報が必要だ。意味はわかるな。もちろんです。そこにいる人間どもを制圧し、力ずくで吐かせるのですね。いや、そうではないぞ、ナーベラル。ここではおそらく我々の存在は知られていない。どの程度の強者がいるのか不明な以上、下手な動きは避け、穏便に情報を聞き出すのだ。私の考えが鮮慮でした。状況に合わせた的確な判断、さすがはアインズ様です。私はあの人間たちに対してできるだけ友好的に対応したいと考えている。お前も冒険者ナーベとして行動するときと同様、私の指示がない限りは振る舞いに注意しろ。かしこまりました。ではあちらへ参るとしよう。なんかこっちに向かってくるぞ。麦野が遠慮なく撃ちまくったから怒って直接ぶん殴りに来たんじゃないの。はあ、だったら今度こそひねりつぶしてやるわよ。初めてお目にかかる。まずは我々に攻撃の意思はないことを伝えておこう。どうかそちらも警戒を解いていただきたい。やっぱ骸骨が喋ってるんだけど。驚きました。意外と普通に話すんですね。この亀の子ハムシが、至高の御方に対して何という無礼な態度。よせ、ナーベラル。しかし私はあくまで友好的に対応するつもりだと言ったはずだが。申し訳ありません。とはいえこの見た目だ、驚くのも無理はない。まずはこちらから名乗るとしよう。私はアインズールゴウム、こちらはナーベラルガンマだ。先ほども言ったが、我々にそちらを害する意思はない。お前たちにいろいろと聞きたいことがあってね。少し私と話をしないか。なんか話をしたいとか言ってますね。話が通じるってことは
私たちと同じプレイヤー。でもあんな見た目のアバターを選ぶくらいだし、どんなやつか分かったもんじゃないわ。いやいや、俺たちみたいに勝手にあの姿になってた可能性だってあるだろう。いきなり偉そうな話ぶりなのも気に入らないわね。おい、ナーベラル。申し訳ありません、アインツさん。ですが、この者たちの度重なる不愉快な態度、もう我慢なりません。ちょっと、攻撃する気はないとか言っといて、やっぱりやる気満々じゃない。あ、いや、そうではなく、我々は普通に話を。そういうつもりなら、こっちだって遠慮しないわ。かなり苛立ってたとこだし。おい、お前らも一旦落ち着け。望むところです。遠慮は不要ですので全力でどうぞ。それじゃあ、とりあえず戦闘開始ってことで。おいすぐ戦いをやめるのだ、ナーベラル。はっ。麦野たちも頼むから一旦落ち着いてくれ。ちっ、分かったわよ。失礼なこと言ってすまなかった。許してくれ。この通りだ。こちらこそ、私の部下が迷惑をかけた。あらかじめ注意していたのだが、改めて言い聞かせておこう。先ほどの彼女の行動は私を慕うあまりのこと。どうか許してやっていただきたい。では話し合いを続けよう。改めて、私のことはアインズ、そしてこの者はナーベラルと呼んでくれて構わない。私が許そう。うん。俺はハマズラだ。こいつらは麦野と木の畑、それからフレンダに滝壺だ。こっちこそ急に攻撃して悪かったな。その見た目もあって、てっきり敵かと思ってさ。問題ない、人から恐れられることには慣れているからな。ところで、アインズさんたちも箱庭システムのテストプレイに超参加していたんですよね。超？ああ、いや、失礼。すまないが、その箱庭システムには心当たりがない。え？じゃあなんでここにいるわけ？箱庭システムはまだ一般にも公開されていない極秘プロジェクトのはずよ。そのテストサーバーに関係者以外が安易に入れるはずはないと思うけど。嘘ついてんじゃないわよね、この泡の名画が。口の聞き方に気をつけなさい。よい、ナーベラル。信じられないかもしれないが、嘘はついていないさ。だが確認させてくれ。先ほどテストプレイだとか、なぜここにいるのかなどと言っていたな。察するに、それはつまり、ここは開発中のゲームか何かの世界で、お前たちはログイン中のテストプレイヤー。そして本来ならここにはその箱庭システムでしか入ることができないということか。そうそう。でもゲームといっても、この格好以外は現実世界とほとんど変わんないし。いた！このバカ、素性がわからない相手にベラベラ喋ってんじゃないわよ。ん？ということは、ここは DMMORPG のような体感型ゲームの仮想世界って感じか。私たちはもともと別の世界にいたはずなんだが、気づけばこの世界にという、正直よくわからん状況だ。実は
突如行方不明になった仲間を捜索中に見たことのない謎の存在が現れてね。謎の存在？正体も目的も何もかも不明だ。便宜上そいつをイレギュラーとでも呼ぶとしよう。私とナーベラルはそのイレギュラーの力によってこの世界に転移させられたようなのだ。現れたタイミングを考えれば消えた仲間もイレギュラーの影響で姿を消したのかもしれん。それって何か別のゲームで遊んでいた時にって感じか？まさか俺たちハッキングされてるとかないよな？可能性はゼロではないな。ひとまず私たちはこの世界に転移しているかもしれない仲間を探そうと思っている。そういうことなら俺たちでアインズの仲間探しを手伝うか。は？私はやらないわよ。そうそう、勝手に面倒な作業を増やそうとしないでほしいんだけど。けど困ってるのにほっとけないだろう。どうせ俺たちも周辺を探索する必要ありそうだし、ついでに人探しくらいなら協力できるんじゃないか。まあそうですね。考えようによっては運営と連絡が取れないこの制限された状況下で、私たちと同じ境遇にあるアインズさんたちが実は現状を打開する鍵という可能性もあるかもしれません。それに何かあった時、アインズたちがいれば力を貸してもらえるかも。はあ、仕方がないわね。その代わり余計な面倒はかけないでよ。ああ、協力に心から感謝する。当然だが、我々の力が必要な時は惜しみない助力を約束しよう。ああ、期待してるぜ。そういうわけで二人ともよろしくな。ところで一つ聞きたいことがあるんだが、ユグドラシルというゲームのタイトルを聞いたことがあるか？ユグドラシル？そういうのもあるかもしれないけど、俺はゲームにあんまり詳しくないからな。何何？もしかしてそのユグドラシルとかいうのがアインズたちがここに来る前に遊んでたゲームなの？まあそのようなものだ。ん？やっぱり同じ日本でも俺のいた現実世界とここは全くの別世界みたいだ。ということはこの世界に何か元の世界に関する手がかりがあるってわけでもなさそうだな。